メリークリスマス。これなんか、どうなってんだか分かんない。何これ。かんちゃんがなんか用意してくれたんだ。今日はこれでなんかやる。これで。まだ衣装用意してないんですけど。そうですね。いいですかね。こんな感じで。おはようございます。メリークリスマス。メリークリスマス。先日ですね、川越の商品防災クラブに所属してる方のお家にお邪魔しまして、はい、いろいろゲットしてきたんですけど、前回か前々回にあの展示会の方行った時にもう素晴らしい鉢があって、木作りも上手なんですけど、その鉢に惚れてですね、それを見に行ったということで、ちょっと今日ですね、そのご紹介を見に行ったのに見に行っていろいろと入手してきたと、あ、譲ってもらったということなんですね。それでその方はお名前と落款はちょっと見せないようにと。あ、そうなんですか。うん、あの動画で紹介するのはいいんですけど、落款見せない。うん、だからそれちょっと隠して、あ、隠しながら、いや、要は趣味家なんで商売じゃないから あんまり宣伝しないでっていう感じの方、単なるこの私の自慢動画、自慢動画自慢動画だったら何にも宣伝しないし、見てる人はどうすることもできないっていう、うん、これがね、後ろ側またこういう風なカニが、これすごいですよね。すごいんですよ。で行くとですね、もう盆栽もすごく上手に作られてるんですけど、棚下にガラクタがいっぱいあるからって言い方するんですけど、うん、それ磨いたらもう全部全て素晴らしいものばっかり、でこのカニ、その方はこの足とですね、あ、これもほらこういう竹の作りで、こういうね、あの縁もいいじゃないですか、この下のこういう縁も、はいはい、で周りもこう段になってるんですよね、実は、うんうん、でカニがいるっていうおしゃれな、削り出したものに貼り付けてるんですかね、貼り付けてるのかね、だと思うんですけど、これ周りを見ると削ってるかもしれないですね。削ってるのかな、かもしれないですね。だとしたら相当細かい、いや、だと思います。もう趣味家じゃないとできない。これすごいですよね。これ みんな同じ方の作ったものなんですか。同じ方なんですよ。これなんかもね、いいですよね、うん、はい、裏もこんな丁寧に、だからこの底とやっぱり足、鉢はね、そこと足だよって私もそう思ってるんですけど、土目だとかね、形とかっていろいろあると思うんですけど、そういうこと言われてました。で、実はこれがね、そのお嬢さん、その方のお嬢さんが作られてる鉢で、これも素晴らしい、このなんとも言えないこの味というか、お嬢さん楽観は、お嬢さんは多分大丈夫なんじゃないですかね。その方曰く、まだまだ甘いという判断で、我々見てもね、わかんないんだけども、うん、で今指導してるんだっていう話ですけど、これもなんか浮世絵みたいなね、この、なんていうんですかね、このなんか見たことありますよね、この感じ、なんかあります、なんかありますよね、ごめんなさい、話戻りますけど、でその方のこれ実はなんか変わってませんか、わかりますか、何か。あ、このウサギのシールは、あ、これね、シールって言ってました。そう、これあの小関さんでもやってる、あ、言ってました、シールで、ただ上に釉薬塗ってあるんで、何か分かります、何か普通じゃない、うん、分かんないです、分かんない、何角形ですかね、これ 1,2,3,4,5,6,7 角形、7角形なんですよ、ないですね、あんまりというだけなんですけど7角形、普通6角形か8角形じゃないですかそうですね、四角形とか、うん、ね、七角形、確かに珍しい、珍しい、そうなんですよ。でこれもね、泥に、まみれてたんですけど、磨いたらこういう家出てきて、で実はこれも足も丁寧に作られていて、こんな感じですね。足も竹になってんだ、これ竹なんですよ、いいですよね、これね、感じがね、垂れた感じもすごく良くて、こんなの土目がすごくいい感じで、実はこういうね、単色というか、うん、こういうのが好きなんだとは言われてましたけど、ご本人、これも何気にですけど、足がね、すごいですよね、こういうのね、うん、これもほら、カニがいた、こういう隠れたカニがね、カニがね、うん、これ可愛いですよね、うん、いいですよね、足とここのね、感じがね、これカニ削って型なんじゃないかな、あ、でもね、いや、型ではないって言ってました、型じゃないんだ、うん、形違うな、違う、それでカニもね、自分でやっぱり見てて、このカニはいいとか悪いとか、あ、じゃあ削ってるってこと、削ってるんだと思います、すごいな、これね、胴体がね、縦長になっちゃってるのがあるらしいんですけど、もうちょっとこう、やっぱりギュッと凝縮してる方がいいらしいです、うん、すごい、うん、面白いなと思ってね、前ね、いいね、せっかく紹介したいですね、うん、川越の、防災店に行くと多分鉢と単体で売られてるか、あるいはこう木に、これもそうなんですけど、あ、そうか、川越の盆栽の盆栽店に行けば購入できます、ね、で盆栽球で見たんですけどって言えば、多分、あ、この方ですよって、うん、
紹介されると思います。でこれもですね、私あったすごいですねって言ってたんですけど、つくばいですよね。で石、うん、これね蔵前石じゃないかなと思うんですけど、石重たいんですよこれ。重たいんですよ。でまあちょっととりあえず遊びでどんぐり入れてみましたけど、ひろまさん入れたんだ。いや別にこれどうでもいいんですけどね。でもう一つは変わった木があってですね、これは、荒川省のモミジ。あ、それも買ってきたんですか。これもそうですね。それでちょっと、ね、値段言っちゃいましょうか、はい、これ絶対 P なんですけど、うん、絶対 P でいいですか、はい、全部でえですよね。えってなんで、いや昼間さんのこと知ってたから、うん、だからね、もしかしたらだから私は盆栽球に出てよかったと思ったかもしれない。あ、うん、じゃあもう半分は僕のものみたいなあ、おかげですものではない違うものではなくておかげ違うんだ、うん、え、すごいですか、似合う似合う何話があっちゃうって話があっちゃうって言ってで、これはあのちょっと話前後したんですけど、川越の消費防災クラブに所属していた私の地元の先輩、大先輩は、その先輩のうちの欅、赤めの欅の種としだれもみじの種が、できたんで、これとともにプレゼントしに行くか、うん、ってんで、じゃあヒロさんも一緒に行かないかと、で誘われたんですね。プレゼントをしに行ったのにプレゼントもらったみたいな感じだったんですよ私は。その人はもうやめちゃうかって言うんで、はい、その後川越の防災クラブやめちゃった人なんですけど、で新藤さんにも、その種をあげたいと、はい、いうことで新藤さんも連れてこいってことなんで一緒に行ったんで、あのいろいろお世話になりました。なるほど、ことなんですよ。ちょっと話長くなりましたけどだいぶカットですねこれね分かんないけどでこれこの近所の話に戻ると、先週まで真っ赤で綺麗な紅葉してたんですけど、今日それでこう飾ろうと思ってたんですけど、はい、来たらもう葉っぱ落ちてたっていうので、とりあえずもう今日は作業っていうのはこれをやりたいと思うんですけど、荒川省のもみじの説明をすると、まあ肌がもちろんね荒れてるということなんですけど、割とねちょっと弱いらしいです、普通の山もみじよりも。これはね少し伸びてて葉っぱも若干大きいんですけど、詰めて作れば詰まるよ、葉っぱも小さくなるよって言われてるんで、それをまあ自分で実践していこうかなというふうに思います。はい、切るね時期の話多分何回か紹介してると思うんですけど、そうですね、うん、水含くよっていう話 でちょうどね、葉っぱが落ちる前後だから今もう、うん、まさにギリ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 だから動画出る頃はもう遅いんで、もうダメもう来年の話になっちゃうんですよねそうもうダメなんで、ちょっとねそこでね、そのこの方が言ってたのは楓間の水含くって言って、実は私初めて聞いたんですけど、うん、結構私今まで冬場にバチバチやってたんですよ、はい、楓は、うん、もみじはできないけど楓はバチバチ切ってて、昔からでもここではやってたんですけど、もしかしたらなんですけどラック用の前後っていうのはまだ生きてるので、うんうん、この時期切ると落葉直後ですよね吹くのかなと。楓も楓も、うん、もしかしたらですよ。で逆に1月過ぎて本当の休眠になってると切れんのかなって、まあ、もしかして皆さんのご意見をご意見をということですね。だから防止になるな今更ですけど今更そうそうそういろんな経験されてる方がいると思うんで、だから逆にこれを1月2月に切るっていうのもありますよね。じゃあ本当に出ないのって楓と同じだとすると、もみじは出るんじゃないですか、だと思うんですよね今ではね。出てましたよね。私からすると楓も水が吹くよっていうのは新鮮な話で、うん、もしかしたら時期的なものがあるかもしれないということで、経験のある方はこちらの方にコメント欄にご意見をお寄せいただければと。はい、じゃあ早速やってみましょうか。作業は何をするんでしょう。作業はね、剪定をして、針金を、うん、ちょっとかけたいな、はい、でイメージとしては今はね、ここ正面でいいと思うんですけど、これがまあ裏枝で少し立ってるんで、まあ、これあの、ね、せっかくあれなんで文句言うつもりはないんですけど、個人的な希望としてはちょっとこう起こして、うんうん、少しこう後ろにしたいかなって感じするんです。ちょっともう植え替えもまだカチカチなんで朝、はい、ちょっとしませんけど、イメージはちょっとこれを起こした時にどうなるかっていう感じ で、うんうん、であとこういうところの長いやつですね、伸びちゃってますね。これをまず簡単に切っていきたいと思います。とりあえずそうですね、こういうところから切っていきますね、はい、少し、まあ、10センチぐらい残していいと思いますけど、あ、10センチ、1センチ、はい、長いのはみんな切っていって、ちょっとだんだん切るとね欲張ってだんだん切りたくなっちゃう。やっぱ切りたくなっちゃうな。やっぱ切りたくなっちゃうんですね。だんだん切っていくと切りたくなって切りたくなっちゃう切ってるとだんだん切りたくなって切りたくなっちゃう、うん、これは目摘みをするとこの伸びが抑えられる、ね、そうですね、そうですね。水は吹いてそうですか。いや、どうだろう。ちょっと出てる。どうでしょう、これで吸い取れるか。うん、まだ大丈夫そう。大丈夫そうですかね。結構本当にプーって水が出てきますよね。プーって出ますよね。プーっと出てきますからね。
まだ大丈夫。大丈夫だってことですかね、ギリギリね。これでそっくり撮ってもいいかもしれないですけど、ちょっと寂しくなっちゃうんで、ちょっとこれも切っときますか。切って期待しましょう。あの、はい、懐から吹くのも。針金は どういう感じで、うん、とりあえず伏せたいですね。今気になるのがやっぱりここら辺が少し立ってるんで、うん、ただあんまりやると折れる可能性もあるんで、そんなに曲がんないですもんね、うん、そこまで育てる少し、これをちょっとこっちに振りたいかなっていうのと、うん、これを少し押さえたいかなって、うん、どっちに押さえるかですね。後ろへ押さえるようだな。こっち側へ押さえるようですよね、うん、でこれをこういってこれをこう押さえてっていう、はい、一番太いのはやっぱりこれとこれをちょっとかけたいんですね、はい、だからそこの長さ、この長さとこの長さのだいたい 1.5 倍ぐらい、はい、で一旦切って、ね、組み動きは食い込みやすいから。そうなんです。でこれね、まっすぐになってないと結構シワになるんで、うん、結構難しいんですよ。これ少しこう引っ張るような感じだと、うん、これはあのやっぱり傷になりにくいようにクッションですよね、はい、はい、何のためにっていう説明をしないといけないですね。これこういう風にやっちゃうかな。こっちに返したいんだよな。ちょっと本当はね、針金が見えないようにこういう風にかけるとちょっと長いんですけどね、はい、一番いいんですけど、しつけなんでこれをこっちにこう返したい。そうすると針金がやっぱりこう返したいんですね、うん、言ってくれたこうとかこうしか言ってないから、なぜか正面から見たら見えない位置にかけたいけど、そう本当はこうしたいんですけど、ね、そうするとこっち周りになっちゃうんですね、うん、周りが逆になっちゃう。周りが逆になっちゃうんで、まあそれでもかけられるんですけどね、うん、だけどこうグーってやるときにたるんでっちゃうんで、はい、ちょっとしつけなんでやっぱりこういうふうに、はい、していくとこれがこちら側へこう回転してきますから、うん、かけられると。ここまで一応かけておいて、これね、ちょっとあれ、破けちゃった。本当はね、水で濡らすといいんですね、これふたはこうやって、ベーってつばつけちゃうんですけど、うん、動画だから、動画だから。これで、こうねじっていくと、ここはちょっとピッチが短くなるんですけど、凍ってなきゃいいんですけどね。木の中が、枝の中が、うん、凍ってたら折れちゃうかもしれない。折れちゃう可能性ですね。というか土が凍ってるから、これ、うん、なんかなってますか、うん、なんか若者にもてあそばれてるね。ますけどおじさんが日村さんのために、あ、日村さんだと思って買ってきた。あ、プレゼント300円した。300円もした、これ今日していかないといけないかな。これ今日同窓会があるの受けるんじゃないですか。受ける。ここ正面で作ってるのかな。この足がありますからね、はい、はい、ということでこれは少し外側に、うん、で一番の目的はこれを後ろに少しだけでも倒したいというところなんで、はい、ちょっと慎重にやりますね、はい、はい、まずこれ、ここが一番やりたかったところなんで、ちょっとまだね朝早いんで、うん、少しこういうの一回折ってみるといいんですよね結構、あ、結構大丈夫かな。大丈夫そうな感じですかね。ああ結構大丈夫かもしれないですね。クリスマスクリスマスカンちゃんにかぶらされましたあとこれも後ろですね。怖いですよね、臓器の曲げるのは。臓器はね、怖いんですよ。ポキッといきますからね。ポキッといくんで、これも少し後ろへ。あれ、どうですか、面白い話はありますか金沢と体感点は。あの、じゃあこの動画におのおまけにつけますけど、金沢で売店販売してたんですけど、人多い時結構多いから、なんかわかんないですけど、スタッフのうち3人が、メガネ買ってましたね。メガネ買ってる。視力検査してメガネを作って金沢行ってわざわざ3人メガネ買ってた。そのタイガ君がメガネを仕事中に買いに行った動画が。ああ、そうなんですか。おまけにつけます。ああ、なるほど。大学メガネ買うって、う、似合わない似合わないってずっと言ってたから、カンタ君がメガネを選んで、で買ったら、みんなに似合う似合うって言われて。ああ、そうなんですか。その後ずっとメガネかけてニコニコしながらニコニコして、うん、今日はカンタ君パパと、パパ
あ、カンタ君パパじゃないや、今日はタイガ君パパと、ねはいはい、と飲み会が飲み会があるみたいです、同級生なんですね。同級生なんですよね、偶然にもね、うん、またその模様も紹介できれば需要ないですよ、多分需要ないからあるのかな。この枝はだいぶ曲げました。ぐーっと来たやつをこちら側へ、うんね、まあ、正面から見ないと分かんないですね。結構曲がってる、うん、そうですね、こっちでかけてるからちょっとこっちよりもね下がったんですけど、うん、あまり差がついてもおかしいんで、これを逆に上げるか。曲げる目的っていうのは、うん、小さく見せるため、樹形をきれいに見せるため。まあそうですね、樹形というか枝配置ですよね。正面から見た時に重ならないとか交差しないとか。そうですね、気になり出すとね、なんかいっぱい気になっちゃうんで、うん、とりあえずこれだけ下げて、これとこれをもう一回やるかちょっと時間かかります、はいはい、これはね少し起こすとこれ下がりすぎちゃうんで、はい、ちょっと上げます、はい、でこれをもうちょっとこれを下げたいと。針金をそこで今1本足したわけですね、はい、足しましたね、はい、2本になるとまた曲げやすくなってますね、うん、これも気になってくるな。まあいいか、うん、とりあえずしつけで、しつけ、はい、しつけということで終えます。今ここ正面なんですけど、はい、これをねちょっと起こして植えればいいかなと思います。だいぶこう下がったとは思うんで、これもねちょっと気になるんですけどね、頭がね、どっちが頭なのってあるんですけど、うんうんうん、まあ全体にあっていいと思うんで、ちょっとこれ本当は横にしたいぐらいなんですけどね、こっち頭にしてね。なるほど、はい、まあまたこんな感じでいいと思います、ざっくりと、はい、ということでやってみたということで今日はなんだどうろ、まああれですね、もみじの剪定と針金かけ、この時期ギリギリですよ。あ、で冬は本来はあんまりかけない方がいいです、針金は。で、あ、そうですか。うん、あのかけやすいんでかけるんですけど、適期はね多分もっと暖かい5月とか6月とか、うん、暖かい時期の方がいいんで、あの優しくあのかけるぐらいでいいと思います、まあ、でもね葉っぱあるから難しいんですよね、かけるのが難しい、うん、だから欅なんかもよくこう束にぐーっとこう縛ってやりますけど、ね、あの春になってこれほどくとね結構枝枯れしてたりするんで、あの気をつけた方がいいですね、冬。なるほど、あの雑木はね、あの軽くはかけましたけど、うん、ということで、今ならまだ間に合う、大丈夫ですかこれ動画上がる頃に間に合ってますか分かった、今日はだから12月2日ですもんね、2日、動画公開は1週間後とかです、1週間後ぐらいですからね、まあまあギリギリだっていうところですね、うん、はい、まあ、心配な方は保護できるとかあればね、ハウスとかに保護できればというふうに思いますんで、はい、今日はこのもみじの剪定と針金かけ今ギリギリという話と、蜂のご紹介だったので、蜂の方はあのぜひ、川越盆栽商品クラブ、正式名称わかんないです、ね、寒いし川越商品クラブだったと思うんですけど、はい、こちらの展示会とかで年に2回ぐらいやってるようなので、うん、ぜひ行かれてですね、さっきの蜂をゲットしてみてください、はい、はい、ということで以上、どうもありがとうございました、はい、1日目終了、片付けました、室内に移動しました、はい、どうでした、ありがとうございました、もうあんまり役立たずでした、僕はワークショップがあって、はい、みんな頑張ってくれました、みんなの勝利だ、はい、大河君がいないようですけど、あれ何か変化があるかもしれないあ、来た、なんかいつもと違う、上手か、はい、いつもかけてないメガネかけてるようですけど、はい、何してたんですか、メガネ作ってました、仕事中に、仕事中それあげるんですか、みんなが片付けてるのに一緒に片付け終わった、片付け終わってから、はい、かけました、メガネを作ってきたんですね、はい、ニュータイガを、ニュータイガを、はい、皆さんどうでしょうか似合ってると思います、はい、好評です。カンタ君が選んだの？カンタ君チョイスです。20分ぐらい。そう。結構帰ってこなかった。ね、僕チョイスです。